枕も敷布団も掛け布団もいい環境で寝ることができました。ぐっすりでした。車を走らせて函館駅前に来ました。タイムズ函館駅西駐車場、1日最大料金が600円。ウニもイクラもトロットロで本当に すごいね。ね、牙がすごい。迫力がある。アザラシ。アザラシは可愛いね。ああ、サイズ感。オットセイ。ラッコ。なんか水族館あんまり全国でも見れない南にあるところか。北洋公開体験室。実寸大です。実寸大、いや天井だとちょっと30センチほど低くなってます。あーはははは、おお。すごいね。なんかいい、向こうに波の景色が見れます。うわー波すごい、すごい。確かになんか維持するのもなんか大変そうですよね。戻ってくるとサクラマスですよ。はそしてクジラを撃つ、こう倒すのはね、やっぱりこれぐらい鋭くないとね、かっこいい。次に目指すはあそこです。赤レンガ倉庫、はい、夜景ね。これが大沼、やっぱ大沼公園行かないとな。
焼き鳥弁当長谷川ストアに来ました。これも北海道で食べたかった食べ物の一つ。長谷川ストア焼き鳥弁当も小とか中とか大とか一人と言いながら実は豚串香ばしい。うましてきました。カフェオレです。美味しそう。カヌレ、イエーイ。これで海沿いでゆっくりと、ね、函館山の函館山のすぐ近くにある海が近くに見える岬にやってきました。雪だから強い。ホールですら楽しいな。函館ちょっと違う。100円じゃ収まらないな。これ200円オーバーだ。何円分買いました？250円オーバーです。50円予算オーバーです。おお、米田もある。米田もスタバもある。オープン。おー、これがラッピーチーズバーガー。
すごいって人気ナンバーワンチャイニーズチキンバーガーです。それに肉厚ですからね、ボリューム感がすごい、甘だれの感じが美味しい。店の中もなんかどことなくなんかいいアメリカンな感じがあって、イルミネーションみたいになってる。おお。頂上の駐車場に着きました。思ったより車が多い、たくさん人が見に来てるみたいです。ミシュラングリーンガイドで星3つの景色、どが綺麗なんだろう。あっちか、こっちだ。行くぞ行くぞ。わかんない。